新型迎撃ミサイル強化、海上自衛隊イージス艦への SM-3 ブロック 2A 実装が開始されるとの情報を入手しました。今回は、このイージス艦への SM-3 ブロック 2A 実装を詳しく見ていきますね。迎撃と攻撃とで、最強の矛と盾になりますね。2023年5月15日に日本の防衛省ではこれまで日本とアメリカとで共同で開発を行ってきたミサイル防衛用の SM-3 ブロック 2A がアメリカから納入されと明かし、今後は海上自衛隊のイージス護衛艦へ実装が進む予定とみられる。 SM-3 ブロック 2A は正式名称をRIM-161 スタンダードミサイル3といい、全モデルである SM-2、RIM-156 スタンダードミサイル2のブロック4を、ベースに、1990年代から開発が開始された、艦艇搭載型の弾道弾迎撃用ミサイルである。SM-3 の最初のタイプであるブロック 1A は、2006年に発射試験を成功させて、以後、アメリカ海軍のイージスシステムを搭載するタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦への実装が進められた。ブロック 1A は短距離及び準中距離弾道弾に対する迎撃能力を有するミサイルではあるが、これらを超える射程距離の中距離弾道弾に対しては限定的で、さらに大型の大陸間弾道弾に対しては探知するのみの能力だった。このため、改良型のブロック 1B が中距離弾道弾に対応するべく開発され、アメリカ海軍においては、2009年7月以降に、同ミサイルの実戦配備も開始し、段階的に各種の弾道弾への対処を進めていったと考えてよいだろう。そして、今回、日本の防衛省が、アメリカからの納入を受けた SM-3 ブロック 2A だが、これは限定的とはいえ、長射程の大陸間弾道弾への対応が可能となった迎撃ミサイルであり、日本もその開発に携わったものとなっている。アメリカ側では、SM-3 ブロック 2A の開発に従事しているのは、各種のミサイル兵器でも、おなじみのレイセオンテクノロジー社とエアロジェット社で、日本からは、防衛産業のたけし、三菱重工業社が、そこに加わっている。全モデルのブロック 1B は、4段階に分かれた、ブースター部分の直径について、1から3段目は 13.5 インチ、4段目のみが、21インチと、先細りをした形状であったが、ブロック 2A では、前段を、すべて21インチに統一する、大型化を行っている。これは、それによって、積載可能な燃料を増加させるための措置であり、この改良によって、ブロック 2A は、限定的ながら長射程の大陸間弾道弾の迎撃能力を獲得し、かつ弾頭部も大型化することができ、その威力の増強をも実現した。ブロック 2A は、2020年11月、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の63番艦、ジョンフィンが、ハワイの沖合の北東の海上にて、大陸間弾道弾を模して打ち上げられた目標の迎撃に成功し、その対処能力を示した。この、ジョンフィンによる成功は、艦艇から発射された迎撃ミサイルが、初めて、大陸間弾道弾を模したものを未射で破壊した実績でもあり、一部に、疑問の声もあったブロック 2A の性能を改めて実証したものとなった。今回、日本側は、アメリカ政府が行う、有償軍事援助にのっとって、SM-3 ブロック 2A の納入を受けた形だが、防衛予算上では、すでに、その取得経費として、総額1787億円が積まれており、一発あたりの単価は、およそ40億円ほどと見られている。そのため今回納入が行われた、
SM3 ブロック 2A の数量自体は不明であるが、以後複数回に分けて、同様の受け入れ作業を行い、海上自衛隊の保有するイージス護衛艦への実装が進められていくものと推察されている。海上自衛隊では、この2023年5月時点で金剛型4隻、愛宕型2隻、摩耶型2隻の合計で、総数8隻のイージス護衛艦が保有、運用されているが、SM3 ブロック 2A の運用が可能なのは、愛宕型と摩耶型の4隻となっている。海上自衛隊で、最新鋭のイージス護衛艦である摩耶型では、昨年2022年11月に、一番艦である、マヤが、ハワイの沖合の海上において、実際に SM3 ブロック 2A を用いた発射テストを敢行し、無事迎撃に成功している。これは、11月16日に実施されたもので、マヤは、アメリカ海軍が打ち上げた弾道弾を模した目標に向けて、SM3 ブロック 2A を発射。想定された通りに、これを、大気圏外において破壊することに成功したものである。この3日後の11月19日に、ハマヤ型2番艦のハグロが、アメリカ海軍が打ち上げた弾道弾を模した目標に向けて、全モデルの SM3 ブロック 1B を発射。やはり、これを大気圏外において破壊することに成功している。さらに、この2日後の11月21日には、アメリカ海軍が打ち上げた弾道弾を模した目標に向けて、マヤが、次艦のレーダーによってこれを探知。その情報を受けて、ハグロが、SM3 ブロック 2A の発射のシミュレートを行っている。ここにおいて、マヤとハグロが行ったテストは、EOR、エンゲージオブリモートと称されているもので、イージス兵器システム上のレーダーによって、SM3 ブロック 2A の発射をシミュレーションしたものであった。これら一連のマヤ型護衛艦の SM3 ブロック 2A 及び SM3 ブロック 1B のミニテストの成功と SM3 ブロック 2A の発射シミュレーションを EOR、エンゲージオブリモートで実施したことは日本のミサイル防衛力の大幅な向上を意味している。この成功によって北朝鮮が配備を行っている準中距離弾道弾であるノドンはもちろん、中距離弾道弾である火星12号までならば、物理的な迎撃が可能となったことを示したからであり、同国への抑止力の向上と言えるだろう。ただし、北朝鮮は大陸間弾道弾の開発も進めている上に、すでに、いわゆる、極、超音速兵器の開発にも着手しており、それらに対しては、SM3 ブロック 2A であっても、対処は困難であり、残念ながら、新たな迎撃手段の増強を続けるしか、選択肢はない。ロシア・ウクライナ戦争においては、これまでは、ロシアが極超音速兵器であり、西側諸国が保有する。防空兵器では迎撃することは不可能と豪語していた空対地ミサイルの KH-47M にキンジャールがアメリカが供与したパトリオットで撃墜されたとも言われている。このパトリオットによる KH-47M にキンジャールの迎撃の成功が事実か否かについては今しばらく様子を見た上で視覚的な証拠が提示されない限り断定することは避けるべきとは思うが事実であることを切に願いたい。それは、北朝鮮が開発を進める各種のミサイルについても、技術供与が行われているのは、確実にロシアによってであるためで、ロシア製兵器の能力が彼らが喧伝するほどには、実際には達していないことを、確実なものとしたいゆえである。そもそも、北朝鮮が、各種のミサイル兵器を開発して配備を進めていることによって、日本の海上自衛隊は、現状では8隻しか保有していない、高価で、かつ、本来は、多目的に活用可能なイージス護衛艦は、その監視任務に拘束されている状態である。水上戦闘艦艇である以上、
保有数のすべてが実戦配備可能な状態にあるわけではなく、訓練、メンテナンスの3工程を繰り返す必要があり、常時稼働可能なイージス護衛艦の数は、そこから勘案すれば、最大でも3隻程度になってしまう。イージス護衛艦が日本全土のミサイル防衛任務を行うには、少なくとも2隻の同時配置が必須となるため、今の海上自衛隊は、その任務以外に、充当可能なイージス護衛艦をほとんど運用できていないという、厳しい現実があるわけだ。今後は、今年度2023分からの防衛予算の拡大によって、イージス護衛艦2隻と、イージスシステム搭載艦2隻が、ようやく新造されることが確定し、南西諸島方面の防衛に対して、イージス護衛艦を振り向けることが可能となる予定になっている。